とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、マイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、デイリークエスト、行ってみましょう。こことね、薄暗いジャングルと、砂漠の寺院か。ここはね、なんとか行けそうな感じなんだよね。とりあえず、今日はここ、砂漠の寺院。こっからやっていきましょう。それでは行きましょう。ちなみに今日装備してるものはこれですね。狐のアーマー黄金です。黄金スキルでダメージ軽減 15% だね。そしてエンチャントでデスバーター、雷フォーカス、ヘルスエナジーがついてます。ヘルスエナジーがついてるので生存スキルは抜群にいいね。生存スキルは抜群にってなんか日本語がおかしいけども、まあ、かなり死なない装備になってます。うん、ダメージを食らったとしてもヘルスエナジーでガンガン回復していくんで全然大丈夫だと思います。ああ、矢も増殖できたし、問題なく来てます。いやー、やっぱね、生存率はすごいよ。すごいけども、火力はね、やっぱ若干下がるね。若干下がる。まあ、ダメージ軽減がもともとね、この装備ついてないので、黄金スキルで 15% 軽減がつくっていうのはすごく嬉しいんだけども、そこに、クールダウンがついてれば、火力は申し分なかったんだよな。やっぱり、クールダウンなしだと、カバンがね、そこまで連射できないので、火力がね、やっぱ若干落ちるんだよね。やっべやっべ、しゃー !OK! さあ、なんだ、あ、神秘、来たぞ。最悪、ダメージ 60% 減少。これになるとなかなか敵が死なないからさ、辛くなるんだよね。これ残りの2個で、敵の HP が増えるやつが来たら、ちょっとやり直そう。とてもじゃないけど、それはね、やっていけない。60% でね、もう一番、確か、攻撃力が下がりきってるもんね。40% だったらまだね、望みはあるんだけど。どうだ?はい。モブのダメージ 200% 増加。最高にきついね。死なない。もう全然死ななくなってる。よし。いけ。マジで死なねえな。よし。なんだ?え?略奪者に変わるやつか。これはね、全然余裕なんだけど。これどうだろうな。やり直しました。やり直しまして、ここで、脅威が3つ出てます。で、変更点で、ダメージ 40% 減少。まあ、60% よりもマシでしょう。そしてもう一つが、クリーパーに変わるってやつ。まあ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 。なんとかいけるくらいじゃないですか?はい。ということで、これでもう少しやってみるか。できればね、このダメージが減少するのはね、やめてほしかったんだよね。勝って!むちゃくちゃ勝て!あ、そうかそうか。減少してるからか。とんでもない数だ。なにこれ?おーし、なんか出た。おー、不滅か。いいね。できればね、なんだ、あと、もう一つを、略奪者が増えるとか、敵のスピードが上がるとか、そこら辺でなんとかね、落ち着いてほしいんだわ。できればそうしてほしいんだけども、どうだろうね。もう、鬼畜になるともう、とことん鬼畜になるからね。よし。まあ、とりあえず、エボーカー倒そう。おいおい。わあ、嫌なやついるね。嫌なやつらいる。やけどやめろ。
で、しかも変更ついてるやつがいるし、ハスクに変更ついてるよ。ちょっと待って、ハスクの変更やめろ。もうそっち側に行けないじゃん。うわ、マジか。エゴーカーがうまいこと攻撃してきやがる。やっべ。でもね、こう、やばくなったとしても、ある程度ぴょんぴょんしてれば、HP がね、全開までいくんですね。OK、倒した。ちょっと厳しくなってきたけども、なんとか行ってみましょう、これで。あ、キャプテンいた。いったぞ。最後何がつくかな、もう、変なやつやめてよ。頼むから。あ、やけどが来るな、本当に。やけど来たらもうめちゃくちゃ痛いから。やめてくれ。よし、あとはお前だけ。あ、奥の方になんかいるな。あんま奥の方に行かないでおこう。ここで倒します。最後の変更点なんだ、頼むよ。え、ん、あ、略奪者、言ってた通りになったね。略奪者が 50% になった。これで、まあまあまあクリアできるんじゃないですか。よっしゃ、それではボス行きましょう。普通に行こうか。いや、きついか、きつい。や、まあ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 、多分そこそこはいけるはず。どこだ、いた。うわ、きつい。デスバーターが一発で溶けた。これやばいね。いやー、やめてくれ。いやー、きつい。これはやばい。お前相当やばいやつだな。やばー、これはきつい。これ半端じゃないぞ。半端じゃない辛さ。こうなったらば仕方ない。影カバンで突撃してワンパンで行きます。つらっ。いやー、やっぱね、ダメージが減ってるとね、全然倒せないわ。いけ、よっしゃー。はい。ちょっとズルして倒しちゃったけど。まあ、これでね、クリアしましょう。よし、クリアです。ネクロマンサーの杖は砕かれた。ちゃんとね、幸運を装備したからね。で、旗も6個取ってる。期待できるよ。しゃあ、では行きましょう。頼む。まあまあ、最初はね、最初は大丈夫。おー、ウィザーだよ。次だね。頼む。防具がいいな、防具がいいな。ラストラーフ。まあ、262だけども、それが来たか。まあまあまあ、見てみましょうか。ラストラーフは？まあ、高難易度って、意外とチェーンがね、役に立つ時があるんだよね。悪くはないかな。チェーン、クリティカル、あ、でも回復がないのか。虚無、回復がついてないから、6% 吸収の装備をつける前提での装備になりますね。で、ウィザーアーマーが、いらない。いりません。はい。クールダウンついてないとね、ちょっと使いにくいかな。で、不滅のナイフも出てたね。あ、これいいぞ。あ、これめちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。俺が探してたやつじゃん。あのね、流れ込む魂と、採掘者がついてる。採掘者は、カバンで倒しても、エメラルド出るのよ。なので、デスバーターがついてる装備と、これベストマッチなのよね。あ、これはいいぞ。採掘者と流れ込む魂つけて。まあ、ここは何もつけずに。いいね。お、いい、いい。これはいい装備だ。はい。
まあ、とりあえず今日クリアしまして、報酬はいまいちだったんですけども、武器、不滅のナイフ、採掘者と流れ込む魂がついてるやつが出たので、これはね、良かったです。良かった。この、狐のアーマーとベストマッチだね。デスバーターがついてる。うん。これは素晴らしいやつが出たと思います。はい。ということで、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。